今日は魔法の焼きもちドーナツを食べてみたいと思います。このネーミングも可愛いと思ったんですけど、焼きもちきっとお餅でできたドーナツなのかなと思って、はい、食感も美味しそうだなと思って買ってみました。ダブルチョコ味とバニラ&カスタード味があって、最初はダブルチョコだけでいいかなと思ってたんですけど、はい、でも食べ比べてみようかなと思って2つ買ってきました。ではダブルチョコ、どっちから食べようかな。本来ならばこれを2つ食べたいんですけど、はい、わ、なんだこれは。あ、ほんとなんかちょっと硬くなったお餅みたいな。しばらく放置あ、お餅っぽい、お餅っぽいですね。はい、まずはこちらから食べたいと思います。いただきます。お餅ですね。この重なり合ってる部分を食べたんですけど、カスタードとかはほとんど感じられないというか、お餅でしたね。甘いお餅。こっち。カスタード味の甘いお餅です。スイーツ大福とか、こうクリーム大福とか、そういうのの柔らかいお餅、もっちりとろけるみたいなお餅の食感ではなく、弾力のあるお団子とかの食感のお餅です。ではこちら、生地もチョコレートっぽいダブルチョコ。あれ、え、なんでだろう。さっきと食感じゃないですけど感触違いますね。え、こっちの方が柔らかい。え、この見た時のこの柔らかさも絶対美味しいやつですよ、これ。食べます。いただきます。美味しい。こっちの方が弾力もあるんですけど、ふんわり感がありますね。で、中にチョコがゴロゴロ入ってて美味しい。
チョコのとろけるチョコのクリームも入ってるんですけど、時々まだ形の残ってるチョコレートが入ってますね。美味しい。さっきのカスタード感というか、カスタードの容量ってあんまりなかったんですけど、これ結構たっぷり入ってます。これ美味しい。美味しい。ハートブレッドアンティークの魔法の焼きもちドーナツ、ダブルチョコ味でした。 はい、こっちもバニラ&カスタードでした。おすすめは断然こちらダブルチョコです。中の容量というか、チョコの割合も多くて、生地もチョコレート味で、美味しかったです。甘いお団子が食べたい人はこちら。チョコレートのお団子が食べたい人はこちら。おしまい。